今年も名勝負が期待できるか、和産地北海道で行われる大一番。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは、エイアンマッセルがかわしていきました。強化エースがその後ろ、セサロニアン、そして4番手にスタートショー、その内からは2番ストロングファイザー、7番石庭竜王、その外に8番ヒットザマーク、成り立ちからその外、北西ヤンガー、そしてその後ろから11番ゴールデンアイ、肩のデザイン、成田大臣が並んでいます。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。平安は騒然としています。場内は騒然としています。先頭平安はするもう完全に足が止まった。捉えた、かわした、スタート後先頭は4番スタート後肩のデザイン、懸命に追う、捉えられるか、前の馬スタート後1着札幌記念、勝ったのは4番スタート後だ。次に備えましょう。1着4番レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？先日の話なのですが、適正な馬体重です。いい感じですね。ご存知ですか？いい仕上がりです。いい感じですね。ところで、素晴らしいです。嬉しそうですね。馬券ですか？勝ちそうな馬をあえて軸から外すのも手ですね。気合十分ですね。いい感じですね。先日の話なのですが、適正な馬体重です。いい感じですね。今週はレースがあります。気合十分ですね。いい感じですね。3番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。
栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場 2000m のスタート地点。さあ行こう天皇賞。まずまずのスタートといったところであります。先行グループからまず見てまいりましょう。まず大方の予想通りといいましょうか、ツインターボが先頭です。差が開いて12番藤山健山、そして3番手にホワイトストーン、その外7番イクノディクタス、石庭竜王がその後ろ、第2コーナーから向こう流し、ライスシャワーはこの辺り、そしてその後ろからヤマニンゼファー、外を通りまして成り立ちから神のクレッセ、それからウィッシュドリーム、5番ムービースター、ちょっと離されまして11番肩のデザイン。もう一度前から整理してみましょうか。先頭は内枠スレスレを逃げるツインターボであります。第3コーナーに向かいます。12頭あとはずっと下がって、これが12番藤山健山、それから離されましてホワイトストーン、それから1番石庭竜王、まもなく欅を通過します。これと一緒にイクノディクタス、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気のライスシャワーであります。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、ライスシャワーは6番手といったあたり、まだ先頭ツインターボ、先頭はツインターボ、ツインターボが抜け出した。3番手にムービースター、ツインターボが大きくリード、先頭中立てとツインターボ、外からはムービースター、ムービースターが差を詰めてくる。先頭中立てとツインターボ、外からムービースター、ムービースターが襲いかかる。ツインターボ先頭、内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。元気ないですね。一着5番。レースを終えた馬が戻ってきました。馬券ですか。勝ちそうな馬をあえて軸から外すのも手ですね。ご存知ですか。ところで、いい感じですね。ご存知ですか。気合い十分ですね。いい感じですね。今週はレースがあります。適正な馬体重です。まずまずでしょうか。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。
1年を締めくくるグランプリレース有馬記念。果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢は三輪早秀か、それともレガシーワールドか。果たして先頭に行くのは。ベガーが上がってまいりました。10番メジロパーマー、それから7番三輪早秀、内を通ってスルスルと東海帝王が上がっていきました。そして5番手に4番ライスシャワーでやります。それからレガシーワールド、その後ろ3馬身くらいあって、2番ウイニングチケット、11番石帝竜王、ナイスネイチャー、そして外からは6番マチカネタンホイザ、それからウィッシュドリーム、そしてその後ろから5番カタノデザイン。さあ、前の方はどうなっているのか。先頭を行く10番メジロパーマー、3馬身リード。これを追って9番ベガ、バラバラになっています。1番東海帝王、外から1頭三輪早秀、徹底的にマークしているライスシャワーと的場仁。いやー、この男は怖いぞ。その外12番レガシーワールド、そしてその後ろからウイニングチケット、石帝竜王、12頭これから向こう正面でやります。それから6番マチカネタンホイザ、ナイスネイチャーがその後ろ、8番ウィッシュドリーム、ちょっと離れて5番カタノデザインでやります。先頭の方はどうなっているか。先頭は依然としてメジロパーマー、その後ろ3馬身くらいあって、9番ベガ、1番東海帝王、外を通って7番三輪早秀、ライスシャワーがそのうちにいます。外を通りまして12番レガシーワールド、そしてその後ろからウイニングチケット。さあ、これは世紀のレース、世紀の一戦だ。三輪早秀は3番手といったあたり、先頭横山とメジロパーマー、またのデザインが間から突っ込んでくる。外からは三輪早秀、完全に先頭に立った三輪早秀、2番手にメジロパーマー、レガシーワールド懸命に追う三輪早秀、これはもう楽勝です。三輪早秀1着、1番人気に見事応えました。馬が戻ってきました。